はい、こんにちは。北大見学 F ですね。 ABCDEF だから6回目、結構続きましたね。まあ、あの GHIJ までやりたいですね。10回はやろうと思ってます。で、今日はね、この古川講堂だけじゃなくて、ポプラ並木とか、あと、なんだっけ、あとね、農学部のところも見ていきたいと思います。で、そうポプラ並木っていいよね、なんか。で、ここのね、古川講堂っていうのは、その北海道大学が一回ね、あの1907年だから戦争やってる時だな、日露戦争やってる時とかな、それぐらいに一時東北帝国大学になんか改組されたのかな、なんか一緒になったんだって。で、その時になんかこの建物講堂とかが新築されたみたいです。で、中には入れなくてね、もうおんぼろじゃないね、歴史を感じる感じになってますね。まあ、こういう建物が残ってるだけでもすごいですよね。うん、講堂ね。そうで、そうね、古川家寄贈、古川さんっていう人がや、あの寄贈したんだ。すごいね、寄付するんだね。建物を寄付するって結構すごいですね。で、玄関ポーチ左右の円柱状の、装飾とか、結構な中も結構綺麗みたい。中は見れないけど、はい。で、玄関とか内部の林の文字衣装など、おしゃれな繊細で茶目っ気あふれたデザインが見られますと。見られないんですけどね、結構中の紹介ばっかりだわ。そんな感じ。で、登録有形文化財に指定されてて、札幌ふるさと文化100選北区88選に選ばれています。まあ、そんなところです。でも1909年から残ってるって相当すごいですよね。だから100年前じゃない、もっとだよ、114年前とかかな。すごいですね、北海道の歴史とともにあるんですね。ということで、ここは古川講堂は以上です。はい、続いてはですね、旧昆虫学、またおよびか、および養蚕学教室です。で、ここがなんか1979年に焼失してるんですけど、その当時で一番古い、そう、最も古い校舎だったみたいです。うん、札幌キャンパスのね。はい。で、1901年に建てられてたんですけど、新しく作ったのかな？再現されたのかな？そんな感じです。ごめんなさいね、ちょっと北大のこと知らなくて、このなんかこのって言ってもわかんない、あのボード見ながら喋ってるんですけどね。で、なんだろう、左右に教室や図書館があって、モール型と呼ばれる施設配置であったと。はい、結構おしゃれですね。なんか日本古来っていう感じでもなくてね、おしゃれですね。あ、いいですね。はい。で、これも国登録有形文化財、札幌ふるさと文化100選に選ばれています。はい。で、時計台のある北二条キャンパス、あそこキャンパスだったんだ。あ、だから農学校とか書いてあるのかな。北二条キャンパスっていうのがあったんだね。面白いですね、時計台のあったところ農学校だったんですもんね。面白い。はい、ってことで、はい、昆虫学、旧昆虫学および養蚕学教室以上です。はい、続いてはですね、農学部の、正面の道路があるってすごいな。ねえ、すごいですよね。うちなんか道路ないですよ。まあ、あの駐車場はありますけどね。まあ、あので結構ね、鳩が休んでるような平和な空間になってます。はい、もうちょっと奥に進んでみようかな。以上。はい、特に大した説明はできませんが、北海道大学農学部です。やっぱり一番立派ですね一番立派ってまだそんなに見てないんですけど、そう、一番いいとこにありますね。やっぱり札幌農学校っていうぐらいですからね、農学部が一番最初にできたんでしょうけど、立派な建物ですね。
で、なんか、中全然見えないよね。もうちょっと近く入ったら怒られるかな。どうしよう。ね、なんかね、長っぽい感じのね、なってますね。ちょっと角度変えたら撮れるかな。あー、ちょっと、ごめんなさい。ここまでしか見れないですね。まあ、写真とか見たらわかるじゃん。と思いますけど。立派ですよね。で、自然の中にいるって最高ですね。もうちょっと近づいてみますか。はい、農学部にやってまいりました。見て、これでかすぎでしょ。すごいでかいね。すげえ、でかすぎ。結構立派ですね。立派立派。ああ、あの時計が立派だね。すごいね。教会みたいな。立派な、立派な時計になってますね。ああ、近づいてよかったな。なんか草に隠れちゃってね、草って木に隠れちゃってて、見えなかったんですけど、ここまで来たら、ようやく映りましたね。はい、立派ですね。下もアーチになってて。農学部って大きく書いてますね。なんか財務省みたいですよ。看板がね、看板がね、立派ですね。ああ、いいね。レンガになってるのかな。まあ、そんなとこです。はい、じゃあ次行きましょう。はい、次はですね、旧札幌農学校の図書室だそうです。あと図書室で今はね、なんか出版会みたいになってますね。北海道大学出版会になってます。結構立派だね。ちょっと自転車がねあって、ちょっとね、景色良くないですけど、まあ結構立派な建物になってますね。はい。で、この建物は1902年に建築、現キャンパスの移転前年に新築され、1952年に扉周りを移し替えていると。当初はかやぶきの屋根だったと。白い壁に水垣の柱型や額縁が建物のアクセントになっていると、はい、1965年まで北大の図書館だったそうです。すごいね、図書館だったんだね、これが。すごいね。で、1986年まで農学部図書館として使われたそうです。はい。やっぱ立派ですね。色使いも好きですね、こういう色。ちょっと奥の方はハゲてますけどね。いいですね。はい、じゃあ次行きますか。やば、マジかわいすぎじゃん。スズメ見えますかね。今か隠れちゃったけど、出てこーい。出てきた。かわいいですね。以上、次行きます。はい、こちらは総合博物館で1929年に建てられました。2年間かけて作ったみたいですね。札幌市でも数少ない大規模な鉄筋コンクリートで作られています。で、そう、中央の階段室、吹き抜け上部に見られるリブボールト、リブボールトってなんだよ。アインシュタインドームとされています。あ、これかな。この下にある、下の方ちょっと映しますね。これがアインシュタインドームなの、よくわかんないね、と愛称されています。1992年から総合博物館としてオープンし、2001年に展示室をリニューアルしてと。まあそんなとこです。はい、じゃあ次行きます。はい、こちらが理学部ですね。理学部、僕は理科大嫌いだったんでね、理学部とは縁もゆかりもないんですが、総合科学院も敷設されています。はい、そうですね、ちょっと上上げますね、人いるんで。はい、こんな感じ。
しゃぶることないですね。ポプラ並木今向かってます。はい、次行きます。はい、農学部の裏の方ですね。すごい奥に見えるの何だと思います？マジで大学内で羊飼ってるとかすごすぎでしょう。やば、大学院で研究してるのかな。羊いますね。見えます？もうちょっと拡大した方がいいかな。いいなぁ、こんな感じ。羊だよね。もうちょっと拡大してみよう。いますね。あ、いますね。見えましたね、顔。大学の中で羊飼ってるなんて羨ましいです。はい、ポプラ並木結構近いんでね、もうあとちょっとです。はい、ポプラ並木やってきました。私も映りますね。やってきました。はい、映るのやめます。よし、車来ちゃった。はい、で、国大ポプラ並木、これ結構高くてね、もう5メートル、10メートル、すごい高いぞ。ちょっと上に行きますよ。こんな高い、高くない？もう動画に収まりきらないよ、これ。高い。戻しますよ。おお、すごいね。高さ取れないですけど、まあこんな感じでした。はい、でもうね、食事したみたいね。なんかそう、そのポプラが北アメリカから北海道に入ったのは明治の中頃で、主に牧場の境界線として植えられました。あ、牧場隣にあったもんね。そうですね。でこの並木は1912年に札幌農学校の林学科の学生たちにより農場内に植えられたものです。防風林とかそういう意味があったのかな。うん、札幌ふるさと文化百選選定、すごいですね。で平成16年の台風18号で1900本倒れちゃったんだって。植物園の樹木500本が倒木、ポプラ並木も19本が根元から倒れたんだって。大きな被害を受けましたと。でそれでなんか植え直したみたいね。ポプラ並木の再生方法はフロンティア精神に満ち溢れたものですって書いてあるけど、どういうことなんだろう、よくわかんないな。見込みが高かったものを植えるってこと？若木を植えるんだって、土に埋め込み。ポプラ並木を立て直すってすごいですね。はい、そんな感じです。うちの学校もね、開拓者精神歌ってますので、よければ。ということで、ね、台風で倒れちゃったけど、それを再生したっていう歴史もあるみたいです。はい、平成16年、僕生まれた年だな。はい、以上。はい、ポプラ並木の隣にですね、柿園っていうのがあって、で二戸部稲造の像があって、めっちゃかっこいいですね。なんて書いてあるのかな。 I wish to be a bridge across かな、 across the Pacific、 私は太平洋の架け橋になりたいと、そう書いてありますね。二戸部稲造、かっこいい。笑ってますね。こっち向いてるみたいですね。はい、ここにはね、北米を含むね、いろんな植物が植えてるみたいです。すごいですね。はい、まあここのね、柿園もね、そうそう、皆さん訪れた時はね、はい、ご覧になってくださいね。いろんな植物植えてられてますね。はい、そんなとこで今日は以上になるかな。
はい、おまけでした。以上です。